KDDI 山口衛星通信センター。山口県内の一地図 KDDI 山口衛星通信センターは、山口県山口市、日本中号にある大手通信会社 KDDI 唯一の衛星通信施設であり、日本最大の衛星通信施設である。衛星通信関連の各種文献では、山口衛星地球局と表現されていることが多い。敷地には、 国際通信用の衛星インテルサット、インマルサットとの更新用のパラボラアンテナが約20機並ぶ。インテルサットはヨーロッパ大陸及びインド用向けとアメリカ州及び太平洋向けの2方向の国際通信、インマルサットは船舶通信を主目的とする移動体通信とインターネット通信を目的としている。日本放送協会のテレビ国際放送2波も ここから全世界に向けて送り出される。最大のものは直径34メートルで、これは衛星通信用パラボラアンテナとしては日本一の大きさである。また、KDDI から国立天文台に譲とされた直径32メートルの電波望遠鏡が存在し、中国地方唯一の電波望遠鏡として地元の山口大学と共同で、 宇宙電波観測に用いられている。敷地の一角には、1982年12月に、開業した本センターや、衛星通信の様子を紹介する見学施設、KDDI パラボラ館が併設されており、随時見学が可能。通信衛星地上管制局の指令通信アンテナが、多数置かれているという保安上の理由から、 関係者以外はこのパラボラ館以外の場所に入ることができない。山口市には本センターと同様の衛星通信施設としてスカパー j サットがスパーバードの地上局を市中心部に近い市内小木町に自治体衛星通信機構が地上局を市内区空の上にそれぞれ設けている。電波法第56条の規定により山口市内では これらの施設の運用を妨げる電波を出すことが禁じられている。前述の事情からテレビ放送については親局である大平山の山口市向け出力を上げることが困難である。そのため山口市内では大鳥の峰中継局からの電波を直接受信するかケーブルテレビを視聴する世帯が多い。旧国際電信電話時代の1969年5月に KDD 山口衛星通信所として開設された。旧 k d d の衛星通信施設としては1963年11月に開設、1966年12月に運用開始した KDDI 茨城衛星通信センターがあったが、そこはもともと日米間の通信を行うために太平洋上の通信衛星向きに設置された地上基地であり、ヨーロッパアフリカ。 西アジア向けの衛星通信を行うためのインド洋上に浮かぶ静止衛星との更新ができない位置にあった。これに伴い日本でインド洋上の衛星との更新ができる最東端であり台風の来週が少なく地震が比較的少ない山口市に設置された経緯がある。ちなみに本センターからでも太平洋上の静止衛星との更新は可能であり 南極の昭和基地と直通回線を結んでいる。その後、通信業界の再編などにより、KDD が KDDI になるなどの歴史を経て、2002年に現名称に解消された。KDDI は2006年度末で、茨城衛星通信センターの運用を終了。山口に衛星通信施設を集約させたため、さらに重要度が増すことが予想される。ありがとうございます。